Mic test. All right. I don't know where the hell we're going, but let's just get there. What is this? Into the lounge. I was supposed to be going somewhere, but I cut the game off before I even learned or knew. I guess I could just look at the event hub and just find out. しなかったのか。何しているんだ？散歩か？特に何も、ただ歩いていました。なんだ、やっぱり散歩じゃないか。pretty much you're just strolling。 ただ歩くことをそういうのですか？いや、目的を持った散歩もあるけどさ。やっほー、ん？こんにちは。はい。よう、リズニー、シリカにリファ。プレミアとデートの途中だった？もしかして邪魔しちゃったかしら。あのな、ちょうど今見かけたから声をかけたところだったんだ。特に当てもなくブラブラしていたらしい。ねえ、プレミアちゃんの噂って聞いた？噂？プレイヤーたちの間で無駄なクエストを受けさせる使えない NPC だって言われているらしいの。ほら、この子のクエストってフィールドに出向いて護衛をした挙句にたったの1コールでしょ。まあ俺も割に合わないなとは思ったよ。そんな話が出回ってプレミアを連れ出す人はごくわずか。隠し要素でもあるんじゃないかと考えている人ぐらいしかクエストをやっていないんだって。ですけど、そんな人たちですら徐々に減り始めているらしくて。プレミアちゃん、誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。クエストを受けてもらえないクエスト NPC。 じゃあ俺と会うまでも一人で街を歩き回っていたのか。そうだ、これからみんなでクエストをやってあげない？構わないよ。ほんと、みんなプレミアのことを放っておけないんだ。まあそういう私もなんだけどね。というわけで、君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。全部片付けたかな。プレミア、怪我はないか？大丈夫です。これをほら、お礼よ。ああ、ありがとうな。よし、それじゃあ町に戻ろうか。みんな、うん、お疲れ。プレミアちゃん、いつでも手伝ってあげるからね。そうそう、遠慮なく頼って。 I don't think these subtitles are right. ありがとうございます。 There's a lot of mistranslations, I can tell. I don't understand Japanese at all, but you can clearly tell that there's some mistranslations here.
There's no way they're going to say two words and that equals up to like an entire paragraph. Of course, I'm exaggerating, but, you know, they're saying more than what's being, you know, shown. So... リーファー、こんなところで寝るなよ。お前の寝つきの良さは全国大会レベルなんだから。そんな大会ないよ。That was one of those mistranslations right there.知ってる人から連絡が来たんだ。知ってる人？外部スピーカーモードにするから待って。プリビエ、キリト君。いや、セブン。うまくつながったわね。音質も問題なさそう。セブン？あら、その声はリズちゃん？他にシリカとリーファも一緒だよ。やっほー。みんな元気？うん、元気だよ。プリビエと。いい発音よ。ところで、この音声チャットは何なの？いや、これはセブンが開発した外との通信が可能になるアプリだよ。開発初期段階だから制約は多いんだけどね。緊急時なんかに VR の中と外とで連絡が取れるようにって開発しているの。SAO の時は現実とのやり取りなんてできなかったからな。そんな機能があの時使えていたら事態はいろいろ変わっていたでしょうね。うん、 VR をより安全に楽しめるように頑張って開発を進めていかないとね。ああそうだ、ティナやユウちゃんたちをこのゲームに招待してくれてありがとう、セブンちゃん。まさかあんな早くユイたちを呼び出すプログラムを仕上げてくれるとは思わなかったよ。開発サイドにいるからこそできることだけどね。 ALO で歌姫として人気を集めたあんたが関わっているって言っても名前を貸しただけって感じで、実際にはこれといって何もさせてもらえてないのよ。まあでもそのおかげで高倍率のベータテストにみんなを招待できたわけだけど、私たちのアバターを引き継ぎしてくれたのもセブンちゃんなんだよね。すごいなセブンちゃん。何をどうやったのか全然わからないけどもっと褒めてもいいのよ。でも本人は研究が忙しくてゲームに参加できないなんて皮肉よね。グラウンドクエスト？正式サービスに合わせて用意される大型イベントクエストってやつね。今回の舞台アイングラウンドに合わせたストーリーが展開されるのよ。あ、これオフレコ情報だったかも。あんたね、うかつすぎでしょ。まあしばらくすれば公開される話だし、みんなのこと信頼してるから平気よ。でも他の人たちには漏らさないでね。なあ、了解。グラウンドクエストか、楽しみだな。それでゲームの方はどうかしら。みんなのことだから攻略最前線で暴れているんじゃない？最前線を突っ走っているわけじゃないけど、たっぷりと楽しんでいるよ。ゲームに馴染んできたせいで日に日にログアウトする時間が遅くなってるのよね。
私がアイングラウンドに降り立つ日までみんなしっかり鍛えておきなさいよ。このゲームってクローズドベータテストなのに珍しく本サービスへのデータ引き継ぎができるんだよな。ユーザーデータ管理のテストの一環なんですって。おかげでテスターの応募がむちゃくちゃなかったんだそうよ。キャラを育てれば育てただけ正式サービスの時に有利になるわけだもんな。張り切りすぎてクエストとかやり尽くさないでよ。注意しないと本当にコンプリートしちゃう人がいるからな。注意するよ。クエストといえば気になることが、あ、いや、でも言っていいの？ちょっと何よ、言いかけてやめるのはずるい。プレミアちゃんのこと？セブンになら言ったって問題ないでしょ。そうだよな、ちゃんと話すよ。実は訳ありの NPC がいてさ、その NPC 本来あるべきキャラの設定が何もされていないんだ。NPC の設定がされていない？どういうこと？ゆいちゃんが言うには NPC は通常性格や役割が設定されているらしいんだけど、それが全てデータのない初期状態ってことだったよね。ああ、設定が全部ヌルで名前すらないんだよ。それって本当に未設定ってことじゃない？なんでそんな NPC が稼働しちゃっているのかしら。考えられるとすればスタッフのミスとか？なくもないだろうけど、どうかしらね。なんでですか？うっかりミスというのはよくありそうな話ですけど。このゲームは SAO と同じカーディナルという機関プログラムで動いているの。カーディナルは人の手を必要としないよう設計されていて、エラーがあったとしても自己修復が行われるのよ。エラーを勝手に直しちゃうってことですか？そのはずなんだけど、実際にその NPC は設定のないまま動いちゃってるわけよね。となるとカーディナルがエラーとして認識していないってことか？どうなんだろう。何にせよ正常な NPC でないのは確かだし、運営が知ったら即刻削除されちゃうわよ。え？ちょっと待ってよ。削除、やっぱりそうなるよな。問題が起きてからじゃ遅いからね。どうする？私から運営に連絡しておいてもいいけど。そんな。それはあまりにもかわいそうだ。だからもうちょっと様子を見させてほしい。そんな感じ？ん？しょうがないわね。優しいみんなに免じてこのことは他言しないでおいてあげる。はあ、ありがとうセブンちゃん。セブンだって優しいじゃないか。ちょっと知らなかったの？私は女神のような心の持ち主よ。とはいえ異常なキャラが動いてしまっているのは事実だし、おかしなことが起きないように注意してね。さてと、もっと話をしていたいけどそろそろ仕事に行かないと。今からお仕事なの？だってこっちはアメリカだもの。これから一日が始まるのよ。そっか、時差があるんだった。またいつでも連絡くれよな。ゲームで待ってるわよ。仕事頑張ってね。I was talking as what put me to sleep last time. It's boring. またね。バイバイ。それじゃあね。ダスキターニャ。セブンちゃん。急なお仕事って何なんだろう。やっぱこのゲームと関係し…そういえば飛び込んできた仕事が何なのか聞いてなかったな。もしかしたら私たちに協力できることがあるかもしれないし、今度聞いてみましょうか。そうですね。それにしてもプレミアちゃんが削除されるって聞いた時ドキッとしちゃった。運営側としては当然の話だよ。不具合である可能性が高いんだからな。このままおかしなことが起きないといいんだけど。
なぜプレミアに設定がないのかが分かれば何か手を打つことができるかもしれないんだけどな。今は私たちで守ってあげましょう。Oh, they just go right back to sleep. That's great. That's just, fabulous. Who the fuck is messaging me? Why do they always do all this extra dialogue, right? A little four in the scimitar. Nanda. Nah. Nani? Nene. How many times you gotta talk to him before you're like, or you can be friends with him? Well, let's just go.
we go into the event list. Find Austin in town and go quest together. Our issue. Overlook. Goes that way. よ、アスナ、お待たせ。悪いな、付き合ってもらっちゃって。大丈夫だよ。期間限定クエストをどうしてもやりたいっていう君のためだもん。その代わり、私がやりたいクエストがあったら手伝ってもらうね。必ず付き合うよ。任せてくれ。さてと、クエスト期間終了まであと1時間くらいか。ああ、キリト君。どうした？あのね、お客さんが来て。お客さん？こんにちは。よう、プレミアか。ここにいたら訪ねてきたの。何も言わないんだけど、君のことを探していたんだと思う。俺を？ひょっとするとプレミアちゃん、自分のクエストをやってもらいたいのかも。けどそっちを手伝ったら、君が行きたかった期間限定クエストは完全に間に合わなくなっちゃうよ。うん、期間限定クエストの報酬って、my eyes are burning。データテスターだけがもらえるレアな装備アイテムなんだよな。アスナ、急な話で悪いんだけど。分かってる。期間限定クエストじゃなくて。まあ、そうかな。ねえ、聞いていい？なんでプレミア…それは、せっかくこうして訪ねてきてくれたわけだし。君ってやっぱり変わってるね。そんなところが私は好きなんだけど。アスナ…もちろんオッケーだよ。一緒にクエストを手伝ってあげよう。OK, find it.So that's one hell of a mistranslation. Like, I'm kind, find it. Like, what? That's not even a. You know what? Never mind. Go through these fucking translations. We're fucking messed up. Hi. So, this is dialogue, guys.Damn, dude. Games talk too much. プレミアちゃんって今まで何回くらいこのクエストをやったんだろうね。プレミアの話題性とベータテスターの参加人数から考えて、だいたい100回くらいじゃないか。正式サービスになったら桁が3つくらい変わるぞ。大変だね、あんなに体が細いのに。まあ実際 VR では肉体疲労はないんだけど、そもそも NPC に疲労のステータスがあるのかも謎だし。プレイヤーの場合、精神的な疲れはあるよね。あとお腹空いたりとか。腹がすくか。ああ何こっちをじーっと見て。いや、そういえば何も食べずに来たから俺の腹が空いちゃったなって。それにアスナと出かけるとつい弁当を期待しちゃうし。何よそれ、私のせいでお腹が空いたみたいじゃないと言いつつも、ちゃんとお弁当を持ってきていたりして。おお、ナイスアスナ。それじゃクエストを終わらせる前にお弁当の時間にしよっかね、プレミアちゃん。
弁当を食べようと思うんだけど、どうかな？お腹空いてる？お腹ですか？空いています。それもかなり。え？本当に？空腹のステータスはあるのか？よくわかりませんが、美味しいものを食べたいという欲望だけは理解しています。そうか。まあ主張でも考えてみれば、プレミアが自分で金を払って食事ができると。確かに。ならみんなでお弁当を食べよう。どこかの誰かさんが大食いだからいっぱいあるんだ。俺しかいないよな、この状況だと。みんなとは私も入っているのでしょうか？うん、もちろん。一緒に食べようね。それではいただきます。うん、うまい。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だから、スタンダードなサンドイッチしかないけど。いやいや、ここがバーカ。もう食べながら喋らないの。でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？Oh, she says something funny. おいしいです。あ、ほら真似しちゃったじゃない。俺？プレミアちゃん、お口に物が入っているときは喋っちゃダメよ。特に。おいしい。よかった。どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだから。プレミアにとっては初めての食事だったのかもな。それにしてもご飯はうまいし、空はスカッと晴れてて最高だな。今度ゆいちゃんを連れてピクニックしようか。いいな、賛成だよ。ゆいは俺に似てピクニックが大好きだからな。Oh God. もしかしてもう talking. More fucking talking. Like you just want to skip all this dialogue and just get straight to the action. Like you really do. You can't tell me that.Like, who gives a fuck about a picnic? I want to do quests. I want to do stuff. Like, come on. Enough with the damn talking. And of course, there's more fucking talking. Oh, man. I swear, if I didn't know anything about Sword Art Online, I would hate this game so much. If I was not a fan of the anime.Because they talk too damn much in this damn game, bro. This is worse than Lost Song. This is literally worse than Lost Song. This is worse than a prequel. Yes.わかりました。寄り道し、よし決まり。あちこち見て回ろう。 Are you done yet? きれいな景色。ほらプレミアちゃん、あそこ見てみて。太陽の光が水面。 I don't care. それはきれい。 I don't care. I don't care. 気に入ってくれたみたいだね。 Not too much. I don't care.I'm dead ass gonna skip all of this just to get the action, man. We focus more on the story than the action in this damn shit. For me, that's a problem. God. I'm getting all this in the same video. I am not making a new video for this. This
is sad. この辺りは転ぶ要素ゼロだろう。足を滑らせる罠があったようです。まあそういうことにしと言ってもそこを曲がったら、じゃあこの道って Oh, talking dude, come on. 本当だ。場所を待ち、いや、なんでマップ、 Like I couldn't do this while the action was going on. They had to have the kind of like、There is no cause for this much dialogue in a game before you get back to the actual game. It isn't. Like, yeah, 割と本気だったんだけど、先に進めばわかるかもしれない。